イベントに行きます。とは心配になっちゃう。ソライム20を見ながら車でぶっ飛ばす、怖い怖い気をつけてくださいね。小論文より小論法が好き。小論法は美味しいですからね。でもあちちってなるんで気をつけてくださいね。皆さんもあの思い思いに疲れたら気分転換をしつつ、まだまだ1週間長いですが頑張っていきましょう。さあ続いてまいりましょう。こちらは鳳凰さんからのお返事です。ただいま、久しぶりに返信できました。お帰りなさい。ラジオで今日東北で地震があったと言っていたので心配ですが、大きな被害や影響がなければいいんですが、今日は暖かい一日でしたね。徐々に春が近づいてくるのを感じるようになりました。春になれば毎年家の裏にホトトギスが来てくれるので、今年も来てくれるのが今から楽しみです。春にはフキノトウやタラの芽など山菜もありますし、花粉症は辛いですが早く春になってほしいですね。もぐもぐ。あやちは春の楽しみって何かありますか？写真が美人コンビでびっくりしました。楽しみですね。それまでにご飯を食べて用心を済ませてニコ生で楽しみになっています。ではではまた後でといただきました。ほうさんいらっしゃるかな。ありがとうございます。春の楽しみか。もぐもぐコメントがありましたが、食べ物は一気に春に美味しいもの増えますからね。あとは、まあ、やっぱり桜でしょ。あと春服を着るのが楽しみかな。コートを早く脱ぎ捨てたいです。軽やかな服装でお出かけしたいな。結構上着って重たくて肩が凝ったりすると思うので、もうワンピース1枚にちっちゃいバッグを持って春色の靴とかを履いて、なんだろう、丸の内とか歩きたいですね銀座とかなんか、おしゃれな春を味わいたいなって思います。春の服は明るいイメージ、そうですね。ピンクとか水色とかイエローとか増えますもんね。あの先日ララランドを見たんですよ、映画の。そこで出ていたお洋服がとっても素敵で、色使いが明るくて、確か衣装デザインはアカデミー賞取れなかったのかな。まあ、そんな映画を見つつ、私も早くいろんなお洋服着たいなと感じておりました。竹下通り原宿、最近めったに歩かないですね。原宿は学生の頃、高校生の頃はよく行ってましたが、大学になってからはあんまり行ってないな。スカウトとかの名所でもありますよね。タケノコ族、先日あのちょうど友達とタケノコ族の話をしていて、何だったっけと思って改めてタケノコ族とはって調べてました。ラジオを持ってこうホコ天のところで独特の衣装を着て踊っていた方たちですよね。何年代ですか？80年代とか。あれ、その頃並行してローラースケートとかも流行ったんでしたっけ。でもあの楽しそうだなって思いました。80年代が、今ってファッションについてその時友達と話してたんですけど、この人が流行り、これが流行りってあんまりないなってことを話していて、なんかそういう竹の子族のチームがあるよとか、なのでちょっと羨ましくなりましたね。楽しそうな時代だなと思って。あ、光源氏さんとか一世風靡セピアさんとか似合いそう。ちょっとやってみたいです。竹の子族いつかチャレンジしたいですね話がだいぶ逸れてしまいました。タッキーさんからいただいたお返事、あ、失礼しました、鳳凰さんからいただいたお返事ご紹介しました。はい、また後ほどご紹介していきます。皆さんたくさんのお返事ありがとうございました。さあそれではここでお天気を見ていきましょうか。それでは明日のお天気を見ていきましょう。移動していきます。移動してまいりました。こちら幕張のお天気カメラから見た外の様子となっております。今日は穏やかな空のところも多めでした。明日のお天気をポイント解説でまずは見ていきましょう。で、明日は比較的穏やかな空のところ多くなります。日差しの届くところもありそうですね。ただですね、これ今日のお天気っぽくないですか。
ね、2つの高気圧の影響で晴れるところが多くなりますという明日はですね、この高気圧だんだん東の海上へと離れていきますね。で、代わりに西から低気圧がやってきますので、ゆっくりと雲の増えていくエリアが多そうです。さあさあ、明日のアニメーションが続いてはしっかりと出てくれるでしょうか。さようなら高気圧といただいてますが、そうなんですよ、もう高気圧がですね、足早に東の海上へと離れていってしまいます。で、代わりに西から前線がやってきますので、ゆっくりと天気は下り坂。ただ明日はまだ傘の出番というところは少なくなりそうです。あさって木曜日は広く雨となりそうですね。こちらです。ゆっくりと各地で雲が増えていきますということで、なかなか白い空が広がっていきそうですね。続いて見ていきましょう。明日の体感についてです。冷たい空気は北上傾向ということで、明日は比較的寒さは控えめのところが多くなりますということで、心配なのが花粉の飛散です。特に関東エリアや九州エリア、ここで花粉症の方はしっかりと対策をした方が良さそうです。では最後見ていきましょう。北海道です。北海道には天気図上には表現されない小さな低気圧があります。そこから伸びる前線に向かって湿った空気が流れ込むため、明日は雪もしくは湿った雪、雨が降りやすくなりそうです。雪の積もっているところでは融雪による被害に気をつけてお過ごしください。以上、明日のポイントを見ていきました。さあではお天気アイコンで参りましょう。よいしょよいしょ明日の天気です。ポチッと明日を押しまして、那覇は雲の広がりやすい空、明日もなかなかすっきりしない空となりそうですね。福岡、広島、大阪では各地日差しは届くのですが、ゆっくりと雲が増えていきそうです。大阪では夜の雨にご注意ください。名古屋、東京、金沢でもだんだんと雲が優勢になっていきそうです。名古屋では午後から雨が降り出すためお気をつけください。仙台でも日差しは届きますが、だんだんと白い空が広がっていきそうです。札幌では雲が多く、ちらちらと雪の舞うタイミングがありそうです。ただ寒さは控えめです。寒暖差に気をつけてお過ごしください。以上、明日のアイコンを見ていきました。さあ、それではこの後21時から予報フィードバック、一旦インターバルです。
こんばんは。時刻は間もなく21時5分を回ります。引き続き松雪彩香が担当いたします。よろしくお願いします。さあ21時を回りましたので、ニコニコ生放送も始まったようです。もう今日やる内容は発表になりました？今いろいろな道具が出てきたようですね。いいなぁ、遊びに行きたいなぁ。おたこ焼きコメントが届け始めました。そうなんですよ、今日はあっちのスタジオでですね、たこ焼きパーティーが開催されるようです。行きたい行きたいインターブル、あ、はいはい、ここにたこ焼き器があるのかな。だってあかねちゃんが作るたこ焼きですよ。もう本場のたこ焼きじゃないですか。本物の、あ、このたこ焼きの粉知ってる、買ったことある。あかねちゃんセレクトなのかな、スタッフさんセレクトなのかな。買い出しはそうですね、戸坂パパが担当してました。絶対余りますよね、だって18個焼けるって言ってましたもん。ちょっとあと、あ、あかねちゃんが手振ってくれた。余ってね、取っておいてね。というわけで、ニコニコ生放送の方ではたこ焼きパーティーが開催されるようですので、そちらも楽しみにしていてください。さあではこちらでは今日の天気を振り返ってまいりましょう。予報フィードバックです。今朝の天気予報が皆さんの感覚と合っていたかどうか、とことん深掘りをしていきます。空ボタン、空キャンバスもオープンしていますので、今日の天気アイコンが当たったか外れたか、ぜひ教えてください。さあそれでは予報センターと一緒に進めていきましょう。予報センターの草田さん、はい、よろしくお願いします。たこ焼きパーティー羨ましいですね。いいですね、羨ましいですね。混ざりたいですよね。ね、楽しそうですよね。お家でやることあります？私たこ焼き器ありますので、たまに1年に1回か2回ぐらいですけどね。あります。それぐらいやります。友達が遊びに来た時はたこパーですね、はい。いいですよね、あかねちゃんが作るたこ焼きなんてもう本物だろうなと思って。ですよね、なんかコツあるんですかね。そう、知りたいですよね。いつも私竹串を買い忘れて。あ、わかります。わかります。わかります。学生の頃はわざわざ焼き鳥買いに行きました。串がついちゃうから。食べてから、ね、食べてから洗ってそれを使って。わかります。私も、はい、スーパーまで戻ったことあります。あります。はい、あそこやっぱり盲点ですよね。ね、忘れますよね。でも1回買えばだいぶ使えるので、うん、もう大丈夫ですね。もう何十本とか入ってますもんね。はい、はあ、羨ましいなと思いつつ今日の天気を振り返ろうと思います。はい、今日はもう晴れアイコンのところが多かったですね。まあ、そうですね、晴れのアイコンのところ多かったんですが、まあ、ちょっと一部意義ありっていうところがあるかと思いますね。特に、はい、関東ですとか、はい、あとは、まあ、金沢あたりかな、そのあたりがちょっと気になるところですね。はい、関東は厳しそうですか？いや、東京はね結構いいと思うんですけど、はい、千葉茨城あたりがちょっと厳しいかもしれないですね。あ、なるほど。はい、あとはまあ関東を厳しく言えばちびっこもあった方がいいよとか、そういう部分があるかもしれません。はい、では北から順番に見ていきましょう。まずは北海道です。はい、北海道エリアは、基本的には晴れる限界だったんですが、高気圧のパワーが届きにくい小樽のエリアはだんだん雲が広がってきてにわか雪の可能性ありという見解でした。雪のアイコンはつけていなかったんですが、稚内の周辺では雪のアイコン一部ついていたところもありますね。はい、はい、では見ていきましょう。朝から北海道エリアは晴れているところが多いですが、やはり東北エリアは雲が多めのスタートになっているところもありますね。はい、はい、そして午後になりますと稚内の周辺から雪の報告をいただいていたり、あとは利尻イレブンのあたりからは雨の報告をいただいていたりしています。はい、あまり強い雪の報告は届いていないので、しっかりは降っていないかもしれないんですが、
雪アイコンが必要だったかどうかちょっと気になるところですね。ただ当たりが多いですね。そうですね、ほぼ終日晴れ、はい、当たり、あとは、まあ、晴れ一発でも良かったかもっていう報告もありますけれども、はい、あ、まあ大丈夫そうな感じはしますね。そうですね、意義ありコメントは今のところ、うん、なさそうですね。ムーラロンで、まあ、アイコン晴れ一発で良かった気もするけど、うん、当たりといったものが届いている程度でしょうか。では続いて東北も見ていきましょう、はい、お天気アイコンこちらです。はい、東北地方もですね、今日は高気圧圏内でよく晴れる見解ということで、晴れ一つのアイコンのところが多くなってましたね。はい、はい、では見ていきましょう。はい、東北は朝から晴れていたところが多かったんですが、ちょっと太平洋側のあたりですね、この石巻ですとか、気仙沼のあたりですとか、はい、仙台のあたり、ちょっと雲が広がりやすくなっていますね。東の海上から湿った空気が流れ込んで、はい、このあたりで雲が発生してしまったのが、要因です。はい、ただその雲も午後には解消して、また日差しが優勢にはなってきてますかね。そうですね、はい、うん、でも晴れの時間の方が全然長そうですね。そうですね、晴れの時間の方が長いですね。今日は OK です。由利本荘もあたり、青森文句なしの晴れ一発、あ、福島で残念ながら外れ、午後は雲が増え晴れのち曇り出したということでいただいてます。あ、なるほど。玉倉あたりは結構午後雲多めでしたかね。そうですね、ちょっと雲増えましたかね。南のエリアがちょっと気になるところがいくつかありそうですが。そうですね、はい、仙台市も、青葉区が午後から雲出てきたので、はい、晴れオンリーではなくて外れということでいただいてますね。あ、そうですね、 YouTube ライブの方で届いております。その他は大丈夫そうですね。そうですね、はい、はい、ではちょっと心配要素もあるという関東を見ていきましょう。はい、関東見ていきましょう。はい、関東エリアは今日は晴れ一つのアイコンにしていました。まあ、朝から晴れが優勢だろうということで晴れ一つのアイコンにしていたんですが、はい、実際はどうだったのか見ていきたいと思います。朝の段階で内陸部で結構雲が多くなってますね。はい、で、午前8時ぐらいの段階でちょっと晴れ一つじゃ厳しいかなということで、途中で晴れ一時曇りのアイコンに変えました。あまり内陸部の曇りは長続きしないだろうという見解ですね。はい、ただし内陸部ではだんだん晴れてきたんですけれども、今度茨城と千葉のあたりが結構曇ってきてしまいまして、9時から12時過ぎぐらいまでですかね、結構雲が優勢でしたね。はいはい、北東からの湿った空気がちょうどこの辺りだけ雲を広げてしまったので、はい、ちょっと曇り感が高くなってしまった時間帯があるのがちょっと心配な部分ではありますね。これは晴れちび雲なのか曇りのち晴れなのか。そうですね、早朝出勤の時間帯は結構晴れていたことも考えると、はい、まあ、千葉茨城はギリギリ晴れ一時曇りでもいけるのかなとは思いますが、まあ、晴れ一発はちょっと厳しいですね。千葉茨城の方がいらっしゃるかどうか、ちょっと空キャンバス見てみます。あ、茨城県の方がいらっしゃいました。あ、やっぱりちび雲がついていてよかったということ で、 そうですね、はい、いただいてますね。千葉も同じですね、9時過ぎてから一気に曇りベースに曇りアイコンが必要でしたということです。そうですね、ニコ生などからいただいてます。その他は、吉川市晴れ一発文句なし、はい、そうですね、はい、都心横浜はなんとか晴れ一発でもセーフだったかなという感じもしますけれども、はい、北部内陸と千葉茨城がちょっと厳しい目かなですね。はい、はい、関東を見ていきました。さあでは中部エリアも確認しましょう。はい、
YouTube エリアなんですけれども、こちらもですね、高気圧圏内で晴れる予想となっておりました。ただ静岡や、甲府のあたりは、湿った空気の流れ込みもあって、はい、だんだん雲が広がってきたりにわか雨にわか雪の可能性ありということで、晴れのち曇りのアイコンにしていたところもあったり、あとは名古屋、三重県の南部あたりもですね、湿った空気の影響を受けてちょっと雲広がりやすいかなということで、ちっちゃい曇りのアイコンをつけておりました。はい、では振り返って見ていきましょう。はい、朝は昨日の夕方からの名残でですね、はい、このあたりですね、愛知の東部から静岡の西部にかけて雲が広がりやすくなっておりました。はい、でただこの雲は一旦昼間解消して晴れているんですね。はい、で各地晴れていたんですが、午後になりますと静岡市の周辺や富士市の周辺で湿った空気がこう集まって雲が発生してしまいまして、静岡が結構早い時間帯から曇り空に変わってきました。はい、当初18時ぐらい、夕日の頃かなというふうに見ていたんですが、当初の見解よりも若干早めに曇ってきてしまったというところがありますかね。あとは金沢ですとか富山、福井なども午後だんだん雲広がってきてますので、このあたりが、小さい曇りもしくは晴れのち曇りの方が良かったかもしれないですね。そうですね、静岡富士市そして富士宮市の方が後曇りということでいただいております。そうですね、ちょっとですね、まあ、だいたい大きな目で見れば見解通りではあるんですが、はい、まあ、細かいところでちょっと雲が、広がるタイミングが早かった部分があったので、はい、そこが気になるところかなと思います。金沢は午後からだんだん曇ってきたので、ここも、はい、そうですね、後曇りということでいただいてます。たこ焼き作りが始まったと報告いただきましたそうですね、この曇り感ですね、この辺りがちょっと気になりそうです。はい、さあではここから西日本も見ていきましょう。近畿エリアの天気アイコンがこちらです。さあ、近畿も今日ちょっと問題というか、ポイントになるところですね。はい、近畿エリア昨日も北部では曇っていたんですが、今日の朝にはだいぶ解消してきて昼間は晴れてくるだろうということで、北部のエリアは晴れ一時曇りのアイコンにしていたんですね。はい、実際それがどうだったかというところが一番のポイントになるかなと思います。はい、では見ていきましょう。はい、朝の段階ではまだ雲が残っていたとしても、9時10時ぐらいになると北部のエリアでは晴れてくるんじゃないかなということで、はい、晴れ一時曇りのアイコンにしていたんですが、一向に晴れてこなくてですね、ちょっと雲がしつこく残ってしまいまして、北部のエリアを途中で晴れ一時曇りのアイコンに変更してます。はい、で午後になるとだんだんと鳥取のあたりも晴れてきてますし、西から雲が少なくはなってきているんですが、はい、まあちょっと晴れ一時曇りは厳しいかなというところがありますね。あとは京都大津なんかも晴れ一発のアイコンのところありますけども、はい、ここもやっぱり雲がないと厳しかったかなというところと、はい、午前中などは雲が結構多かったので曇りのち晴れとかでも良かったのかもしれませんね。そうですね、京都府京都市の方から空キャンバスいただいております。昼過ぎまで雲が多かったということで、曇りのち晴れ、曇りちび晴れか晴れちび雲か、雲要素がやはり欲しかったと届きました。ね、あとはですね、奈良の方は文句なしあたりといただいてます。はい、大阪白ご飯さんです。今日は少し雲が午前中ありましたが、アイコンにするほどではない大阪市ではあたりということです。一方、大阪枚方の方からは割とたくさんの雲が北からやってきて日差しを遮ったのでちび雲が必要でしたと。やっぱりこの曇り感を入れた方が良かったっていうエリアが結構多いですね。そうですね。はい、さあではここから中四国エリアも見ていきましょう。アイコンがこちらです。
中四国はですね、こちらは、晴れのアイコンのところ多いですね。で、鳥取も昨日に比べると晴れるだろうということで、晴れ一時曇りのアイコンにしていたんですが、そのあたりがどうだったかというところですね。はい、見ていきましょう。鳥取は朝からね、ちょっと朝は雲があっても日中は晴れるだろうという見解だったんですが、結構しつこくこちらもやっぱり雲が残ってしまいまして、途中で曇り一時晴れのアイコンに変更しております。15時ぐらいになってやっと晴れてきているような状況ですね。まあ、その他のエリアでは薄い雲が広がったりもしていますけれども、まあ、特に大きな、しっかり曇っている状況でもないので、だいたい大丈夫かなとは思います。鳥取は後晴れとかが良かったですかね。そうですね、後晴れかちび晴れかどっちかかなですね。ソラキャンバス、はい、鳥取市の白うさぎさんからやっぱり、後曇り、失礼しました、曇り後晴れということで届きました。そうですね、なかなか雲取れなかったですもんね。あとは松江も晴れ一発はちょっと厳しかったかなって感じていただいてますね。そうですね、なのでもうちょっと日本海側の曇り要素を強く出した方が良かったですかね。はい、中四国見ていきました。さあ、では九州沖縄です。まずは九州のお天気アイコン、こちらです。はい、九州エリアなんですけれども、こちらも、晴れの限界でした。ただ上空の高いところの雲が広がったり通過したりするので、晴れ一発ではなくって晴れ一時曇りのアイコンにしておりました。はい、では見ていきましょう。九州エリア非常によく晴れているところが多いですね。ですね、はい、まあ、この辺は問題ないと思うんですけれども、この、影はっきりではあるんですが、ちょっと薄雲がどの程度出たかですね。まあ、通過はしていたんですけどね、それが、ちび雲が必要だったかいらなかったかっていう感じですね。ハロが見える程度の薄雲で晴れ一発でも OK ということで、熊本から届いてますね。そうですね、そう、今日ハロ出てたんですよね。これは下り坂のハロではなく、そうですね、あのハロが出てその後、まあ、あんまり雲が厚くなってきてないので、まあ、すぐに下り坂っていう感じではないですね。なるほど。と九州は当たりが多いですね。福岡も長崎も、佐賀はちび雲が必要かなと思うぐらいの薄い雲なので、九州は良さそうですね。当たりの声多くなっております。はい、さあ、では沖縄参りましょう。沖縄の天気アイコンがこちらです。はい、沖縄の方はごめんなさいっていう感じです今日は。はい、さてという声が今日は本当怖くなります。はい、はい、では行きましょ う、沖縄ですね、あの朝昨日の見解だと沖縄本島晴れの、予想でまあいけるかなっていう感じだったんですけれども、朝実際にこう蓋を開けてみるとというか、実際皆さんから報告見てみると、結構晴れ間もあるんですけれども、雲が多めでして、西からこう雲も迫っていたので、ちょっと曇り一時晴れぐらいの方が良かったかなという感じはしますね。あとは先島諸島がにわか雨の可能性あったんですけども、雨アイコンつけられていなかったので、まあ先島も雨のアイコンあった方が良かったかもなというところが気になります。そうですね、ちなみに那覇市のスペンサーさんからは降らず晴れずの1日でしたということで、ただの曇り一発が良かったということで。そうですね、曇り一発が良かったですかね、叶えてます。あとはチャットにいらっしゃるかな、糸前さんは、あ、曇り昼頃まで時々晴れのアイコン逆かな。そうですね、大きい晴れアイコンはなかなか厳しいですもんね。沖縄が今日一番見解と違った感じですかね。そうですね、というわけで北海道から沖縄まで見ていきました。
さあそれではそろそろ空ボタンと空キャンバス締め切っていきます。5秒前です。4、3、2、1、終了。では風船飛ばしていきましょう。ドン。その他は結構良さげだったんですが。そうですね、はい、昨日に比べるとまあいいかなっていう感じはしますけどね。そうですね、ウェブ空ボタンの方では 83% ということで良さそうですね。そうですね。あ、ちょっとたこ焼きの香りとあかねちゃんの楽しそうな声がしてまいりましたインターバルに見てください。わー、おいしそう。チーズもある。チーズうまいですね。いや、綺麗にまん丸になって、風船がたこ焼きのように飛んでいきましたね。関西の方って、はい、ホットプレートタイプのたこ焼き器は嫌だっていう方いらっしゃいますよね。あのガスのやつじゃないと嫌だっていう方。ガスのやつってあの火の上に直接置く、あ、じゃなくて、じゃないんですか？あのガスコンロみたいな、なんていうんですか、テーブルコンロみたいなやつあるじゃないですか。カチッってやる。そうそう、あのこれぐらいのガスをセットしてつける、はい、うんうん、あ、お鍋の時によくやる。そう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 。そんなのあるんですか？あるんですよ。あの私の大学の先輩が大阪の人で、はい、それがいいって言ってました。なんかこっちで見かける限りだともうコンセントでばっかりですよね。そうそうそう、あんまりこっちでは売ってない気がするんですけどね。ああ熱量が違うからね。焼け方はじゃあ違うんですかね。いやー、お腹空いてきましたでは結果見ていきましょう、はい、数字とグラフこちらです。当たった566、外れた112です。まあパーセンテージで見ますと 13.48 ですね。結構良さそうですね、はい、そうですね、はい、マップに載せてみていきましょう。こちら、あー、静岡州。そうですね、やっぱり静岡ですね。あと山梨があんまり曇らなかったんですよね、はい、なのでちょっともう今晴れ一時曇りに変えてるんですけど、この辺がやっぱり外れ感が高そうですね。あとやっぱ金沢周辺と、そうですね、金沢周辺と沖縄と、沖縄とですね、はい、風船飛ばしてみましょう。沖縄がもう、関東は思っていたよりも外れたは少なかったかなと。そうですね、いや、でも多分千葉、千葉が多いかな、はい、そうですね。今日のお天気振り返ってまいりました、はい、さあそれではここから明日のお天気のポイントも見ていこうと思います、はい、明日はどのあたり見た方が良さそうですか？明日はですね、今日に比べて今日ちょっと天気の流れが難しいんですよね、はい、今日は高気圧がやってきて穏やかなんですが、明日は南海上にあの天気図に書かれていないぐらいの弱い前線があったりして、はい、低気圧が発生したりして、その影響で太平洋側ほど雲が厚くなってにわか雨の可能性があります、はい、ただこの雨があの鹿児島とかですね、高知とかあの 降らない可能性もあるんですね。で今のところ降る可能性高めということで、見ていて雨のアイコンつけてるんですが、はい、100% 降るわけではないので、はい、あの降らない可能性もあって、そこの降らない方にぶれてしまうと結局曇り一時晴れだったり、ね、晴れのち曇りだったりっていう可能性がありますね。あとその他雨のアイコンついていないところでも、あの、はい、上層雲とか中層雲とか低気圧の接近に伴って雲が広がってくる予想です、はい、でこの雲の厚さによって結構曇り感が変わってきますので、仙台とか東京、金沢なんかが結局晴れ一時曇りでも問題なかったという感じになったり、あとは西日本のエリアで、曇りのアイコンが小さいところもいやいや曇り一時晴れの方が良かったよとかですね、はい、そういうことになる可能性があるので、ちょっと明日難しいところがあります。結構変わりそうですね。そうですね、結構予報センターでも悩みました。明日リポートを送るときはどんなところ注目したら良さそうですか？そうですね、やっぱりこの雲が厚くなっていきそうなのかどうかというところが、はい、雨にもつながるかもしれませんし、はい、晴れ曇り感も左右するかと思いますので、はい、まあ、雲の厚さ、今の、
自分のところの空の様子が曇り感が高いのか低いのか、それからこの後どんどん暑くなっていきそうなのかどうかというところに注目していただければと思います。はい、わかりました。はい、それでは草田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のお天気振り返っていきました。最後に明日のお天気アイコン見ていきましたが、結構大きく変わるというところも出てきそうでしたね。予報センターも悩んでいるということで、明日はですね、ぜひ雲の厚さに注目してウェザーリポートを送ってみてください。だんだん暑くなっていって、ちょっと雨が降り出しそうですとか、そのあたりも見ていただければと思います。もうたこ焼きコメントがすごいですね。さあ、それではですね、この後は一旦インターバルを挟みまして、いよいよプロジェクトアイコンの新しい企画の発表ということになりますので、楽しみにお待ちください。こんばんは。時刻は21時34分を回ります。引き続き松雪彩香担当します。よろしくお願いします。
さあそれではここからはですね、いよいよ新しいプロジェクトアイコンの発表ということで、早速ですが皆さんお呼びしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません。いいえ、はい、こういう感じで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。結構大人数になりそうですね。はい、お願いします。今日はね、何人、はい、6人。はい、すごいですね。はい、皆さんもコメントでもワクワクコメントがいっぱい届いてました。はい、はい、なんかは賑やかです。すごいですね、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今日はちょっとマイクの数も足りないんですけれども、はい、大丈夫ですか。そのマイク、ここ3名がこの回します。マイクを回します。はい、はい、この度、はい、プロジェクトアイコン、はい、セカンドシーズンに入りまして、はい、ま、あの別に2年目とかそういう話ではないんですけども、はい、どのぐらいになります。2015年の11月からスタートですよね。はい、ということは1年半。1年とちょっと、ちょっと、はい、はい、はい、うんうん、ですね。そうです、3ヶ月ぐらいですね。はい、はい、2017年の、はい、ちょっと新しいその展開、はい、の発表を、はい、まあ、全てではないんですけれども今できるところを発表していきたいなというふうに思って、今日は揃っていただきました。ありがとうございます、うん、お願いします。お願いします。ね、まあ、このメンバーだと昨日やればよかったんじゃないってちょっと、ね、思ったりもしたんだけど昨日皆さん集まってたんですか。そうそうそう、ちょっと社内の調整事とか、はい、いろいろありまして、はい、で本日に、はい、発表ということになりました、うん、はい、はい、今回ね、今日の役割的に、役割的にですね、はい、今日一応、メインはこっから先の4人です。なるほどなるほど、はい、はい、そうなんですね、はい、メインはこの4人です、はい、で僕はなんかその回しに来ました、はい、なるほど、はい、で、まあ、全体の統括とかいうところはやりますけれども、はい、プロジェクトアイコンなので、はい、主たる人たちはこの4人に今日いろいろ語ってもらおうというふうに思ってます、はい、でまずはまず発表ものは、はい、発表ものを先にもうバーンとやって、はい、でそれは一体どういうことなのかっていうのをコメントいただければなというふうに思います。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、はい、さあそれではまず発表に参りましょう。なんでしょう。なんだろう。なんだろう。なんでしょうね。さっきツイッターでもう出てたんですけどね。はい。リーク情報があったんですね。さあそれでは見ていきましょう。資料お願いします。ドン。はい、プロジェクトアイコン全国セミナー2017開催決定。そうなんです。さあ全国セミナーに行きますせーと。はい、いうことで、はい、今日は場所と、はい、日程スケジュールの方を発表させていただこうというふうに思っております。はい、はい、はい、さあそれでは行きましょうか。次はこちら、ドン、お、はい、開催都市、はい、6都市ですね、になります。決まりました。はい、いや一瞬ね47都道府県から6カ所に減ってしまったのかと、うん、ものすごいものすごいダウン感が、そうですね、昨年は47都道府県行ったのにと、はい、セカンドシーズンは、6カ所です。はい、この場所っていうのは、はい、そもそも別にねなんか大都市とかっていう切り口だけで決めてるわけではないんです。あ、そうなんですね、はい、何か理由があるんですね。もちろん、うん、はい、そこのここの場所を決めたのってさっくり言うと、さっくり言うとウェザーリポートですね。はい、はい、プロジェクトアイコンの報告皆さんからいただいておりまして、まあ、日夜、まあ、1年間2年間こう分析をしてきましたけども、まあ、昼夜を問わずやっぱり皆さんからの報告そしてウェザーリポートをもとにいろいろ分析をしていけるのがまずこの年がリポート数がやっぱり単純に言うと多い、うん、はい、なので今後の分析する上でもちょっとこの年をまず重点的にやらせていただいて、はい、今後さらに全国に展開していきたいなと思っております。そうですね、はい、はいはいはい、今のところ成績のいい順ですか。
成績じゃないですよね。リポートするのが多いです、はい、数が多いと、はいはい、ということなので、この代表地点でまずはやらせていただきますと。でさらにテーマが見つかった時にこのエリアで開催するとかっていうのは今後どんどんやっていくとは思いますよ、はい、ただまずセカンドシーズンの一発目はこの都市からやらせていただきますということです。そして、はい、じゃあ続いての発表どうぞ。はい、おスケジュールともう場所出てますね。はい、決まったんですね。はい、はい、まずは4月1日土曜日は札幌ワクワクホリデーホール。ワクワクしますね。ワクワクしますね。ワクワクします。ホリデーですからね。はい、すべて土曜日開催ですね。はい、はい、もう参加しやすいように、うん、土曜日にさせていただきたいと思ってます。はい、4月の8日福岡、4月の15日は大阪、4月の22仙台、はい、4月の29もうゴールデンウィーク入ってますね。あ、名古屋、そうですね。で5月の13は東京、はい、東京がファイナルになるわけですか。そうですね、うん、はい、はい、ということであんまりあのこう日程の東京ファイナルとかあんまそういうつもりなかったんですけど、はいはい、場所が取れた。なるほどなるほど。場所が取れたっていう、はい、はい、ということなので、はい、時間は時間は気にされてますね。時間気になる。時間なるほど、なるほど。この後ねちゃんとね盛り込んでますから、はい、あでも次の資料に時間出てこないですね。あ次じゃないですね。次の資料はどうぞ。はい、はい、今回、はい、エンジョイコースっていうのとチャレンジコースっていうのがあります。はい、エンジョイコースっていうのは、はい、分かりやすく言うとよりこう初心者でも楽しめるっていうのかな。そうですね。どうしたんですか。すいません、なんかこの絵が、はい、あの守護霊みたいな。ああ、あれは守護霊なのか取り付いてるのかよく分かりませんけど、丹羽さんがねなんか森田さんの後ろに。これ意味あるんですか。これはもちろん意味あります。あ、あるんですね。はい、決してあのトグロ兄じゃないですね。はい、はい、森田さんをしっかりとこう後ろからこう支えてる皆さんがちょっと見方が、ね、重いなって思って取り憑かれてますね。取り憑かれてますね。最近社内でもよくこの光景は目にします。この2人のセットってのはよく打ち合わせしてるなっていう。そうですね、確かに。そう、エンジョイコースっていうのはよりまだこう例えばそのプロジェクトアイコンに自信がないなとか、うん、やりなんか興味はあるんだけどまだ実際にはやってないですとか、そういう方たちでもこうなんか気軽に参加できるようなよりこうハードルをこう低くした、ね、子供でも楽しめるそうですねぐらいのイメージの、はい、そういうのがエンジョイコース。老若にゃんにょです。はい、そもそもプロジェクトアイコンは知らない人はどうしたらいいですか。プロジェクトアイコン知らない人でもエンジョイコースは楽しめます。楽しめますか。はい、でチャレンジコースっていうのは、はい、例えばその去年参加しました、はい、ね、で去年参加はできてないんだけど、まあ、去年は結構平日開催が多かったので、あ、そうですね、行けなかったって声も多かったので、今回は全部土曜日なので、はい、土曜日だったら参加できる。でもうすでにね、ソライブ含めてもうプロジェクトアイコンよく知ってます、参加もしてますっていう方がよりこうなんだろう知見を深めるとか、うん、自分の質問に答えてほしいとかいうところをメインにした企画っていうのがチャレンジコース、よりチャレンジをしていきますっていうコースですね。はい、はい、この2つのコースっていうのがあります。はい、そしてじゃあ次の資料ですね。はい、はいはい、エンジョイコース、はい、あなんかちょっと大きくなりましたちょっとなんか資料の内容の方が入ってこないですね。あ、でかくするとこ間違えたな。エンジョイコースは13時から15時の2時間、はい、でチャレンジコースは17時から19時の2時間、うん、いうふうにしてあります。でこれ両方参加してももちろん OK ですよね。はい、はい、なんで一応同じ、これ同じ会場だよね。同じ会場です。同じ会場で、はい、13時からはエンジョイコースやって、はい、で17時から夜の時間ですねはチャレンジコースと、うん、よりこう深くなっていくみたいな、うん、
イメージです。空読み散歩みたいなのあるんですかって届いてますね。エンジョイ空読み散歩、一応これあのもうその会場で室内なので外に出てとかっていうのは今回は考えてないですけれども、はい、ただまだ、全部内容を、こうぎゅうぎゅうに決めてるわけではないので、うん、なんか今日は天気がいいね、外でお散歩でもしようかみたいなノリはあるかもしれない。ありそうですね、なんか出られるかなそう、出られるかなっていうね人数の規模にもよりますしね。そうですね、会場で、はい、はい、で一応こういう形で決めさせていただいてます。はい、はいはい、さあそして、はい、続いて、はい、この、オープニングセレモニーっていうのを、はい、3月の20日にやろうというふうに思ってます。どんなことをやるのか、はい、そしてどんなビジョンを持ってやるのかっていうのを、はい、なんと一橋大学おアカデミックアカデミックじゃない、アカデミックです。一橋大学の一橋講堂というところをお借りしてやることにしました、はい、大きいですよね。結構大きそうですね。そう借りれましたな、はい、で、参加は無料です。おう、そしてこれはあのインターネットにその配信も含めてやろうと思ってるので、はい、これはもう皆さんにそのこういうことやるんですよっていうもう宣言をこの場でしたいなというふうに思います。はい、はいはい、ソライブでもそのままソライブでも流します。はい、はいはい、場所の資料もそうですね、まああの大学ってどんなとこなんだろうっていうことなんで、はいはい、こんなとこです。こんなとこです。おお、大学や、すごい大学ですね。ドキドキする一つ橋でこういうとこなんだ。なんかかっこいいですね。ワクワクしますね。これあの一つ橋っていう場所を借りたのにもう一つ意味があって、はい、橋が来ます。橋ですか。ご本人も喜んでいらっしゃいました。ね、俺のためにここ撮ってくれたの。話をしてて、はい、ね、ちょっとミーティング中、そうですそうです。ミーティングそうですね。後付けでそうです。バスさんがいるからですって言っときました。いやこの場っていうのはオープニングセレモニーってね、はい、どんなんだろうっていうのはやっぱそのプロジェクトアイコンのその向かうこう未来っていうかこういうことをみんなで実現したいよねっていう夢の共有の場だと思うんですよね。なのでこういったちょっとアカデミックな場を使ってなんだったら記者さんとかもメディアとかも一応お声掛けだけはして来るかどうかわかんないですよ。来るかどうかわかんないですけど、でもなんか一橋大学でこういうところでなんか発表やるよ、お天気のなんか新しいプロジェクト発表やるよって言ったらちょっと興味出そうじゃないですか。そうですね、なんだろうってなりますね。なんか絵になりますね。ね、うん、ね、そこであのごめんごめんクラブみたいな、あ、やりました。やらないですよ。やらないですよ。やらないですよ。歌わないです。この方は歌わないです。ね、歌っちゃダメだと思います。そう、まずまあ、プレゼンテーションね、はいはいはい、っていうのをここでちょっとさせていただこうかなっていうふうに思っております。はい、なので、はい、まあ、ここをね聞いてあ、面白そうだな、参加したいなっていうふうに思っていただければ思いますし、はい、ただサイト上ではもう申し込みはね始める。そうですね、はい、全国セミナー各エリアの会場、そしてこちらの無料ですけどもやっぱり座席が、うん、まあ限られてますね、限りがありますので、事前に申し込みをさせていただいて、はい、まあ何ですか、はい、そうします、はい、はい、こう書いてますね。3月7日火曜日12時よりウェザーニュースタッチにて申し込み受付を開始しますと、はい、いうことですね。あ、はい、ここでタッチって書いてあるからか。いやいや、社内からなんでウェザーニュースタッチだけなんですかっていう問い合わせが来て、社内から、あ、そうだそうだ、まあ、最終的にはソラショップなんでウェブでもできるっていうことですね。はい、ああ、そうそうそう、タッチからも申し込みができます、はい、そうです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 、ウェブからも大丈夫なんですね、はい、ウェブからも大丈夫、はい、ソラショップですね、はいはい、あ、ソラショップで出るんですね。そうですね、はい、なるほど、はい、そうです。先着順になりますね。先着です、先着です、はい、早いもん中です、はい、
会場何、まあ、規模的には500人ぐらいですかね集まるわけねえじゃんそんなに埋まるもんなら埋めてみろっていう500人も入るのあそこ、ええ、すげえな。いや無料なんで埋まっちゃうかなと思って埋まるのかなすげえお前すげえな今までリアルイベントで500人来たことないですけどあ、空白とかは来ますけどね。いや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 、はい、びっくりですね。いや、ま、3連休ですもんね。そうですね。あ、そうか、はい、ここ春分の日ですか。そうそうそう、はい、そうですよね。3連休の3日目。うん、あ、この前の日僕オールナイトですか。ちょっとやるんですか。倒れてるんじゃないですか。いや全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。全然大丈夫です。まあ、それ当日のここに多分来る人たちも多分徹夜で明けてきてる。それ本当はやめてほしいんですけど。いや一回寝る時間ありますから大丈夫です。あ、ですか。全然。はい。そうなんで一応ここでね、まあ、夢の共有をして。みんなで頑張ろうっていうのをやって、はい、全国セミナーがスタートしますと、はい、いうことになります、はいはい、またサイトの方がね来週ぐらいにできるので、はい、ここでねまた番組とか、ツイッターとかでお知らせさせていただければと思います。はい、はいはい、いろいろも質問が来てましたね。すごいですね。もう来てましたか。来てましたね。そうですね、誰が来るのってあなたでしょ。そこであなたが来るんですよ。まあ気になるのはキャスターさんでしょうね。あ、そうですね。そういう意味での誰っていうのも、はいはい、そうだよね。エリーはなんか守護霊とで。そうそう。森田さん、基本、多分、このメイン3人はどの会場も行きますよね、はい、あ、そうなんですね、はい、いや僕の中では一応村田さんも入ってますけど、はいはい、一応盛り上げ役として、ね、入ってます入ってます、はいはい、そうプと、はい、あとキャスターさんも、はい、ですよね。そうですね。今、うん、キャスターさんは各会場、はい、お二人を考えております。お、はい、なるほどなるほど、はい、ただまあ追って発表させていただきます。はい、はい、分かりました。シフトとかね、いろいろありますからね。え、そうですね、もう一回調整中でございます、はい、さあということで、はい、まあ、発表は以上、ね、ここまでなんですけども、はい、ここで何をやるのかっていうところをね、それぞれこう何をやりたいのかっていうところをね聞いていきたいなというふうに思うんですよ、はい、プロジェクトアイコンの全国セミナーですから、ね、はい、まずどういった思いを持って今回その全国回ろうというふうに至ったのか、森田さんは多分締めがいい。締め、まずまず、まず勘太郎さん、まず僕からですね、はい、はい、ですね、まあ、昨年やらせていただきまして、まずプロジェクトアイコンというもの自体をスタートすることができました、うん、ただやっぱりですね、これまで毎週月曜日とかも報告させていただいておりますけども、僕はもう一番はもう報告数ですね、うん、報告数がより